自民党の政権放送はすごい。聞いてください。ゲロハくクから吐く袋を用意してね。総理、今、国際情勢は、米中貿易摩擦、北朝鮮情勢、英国の EU 離脱問題、緊迫する中東情勢など、激動の中にあります。こうした中で、G20 大阪サミットの議長を務められました。手応えはどうでしたか 世界は結束できる、そう信じて、精一杯ぱ議長役をつめました、もちろんさまざまな議題について、一気に解決策を見出すことは難しいですが、日本はあらゆる国と信頼関係がありますそのトランプ大統領を大相撲に招待するなど、総理は蜜月ぶりを世界に存分に発信しておられますね。米国は唯一の 同盟国です万が一日本が侵害を受けた時には日本を守るために戦ってくれるそれが米国です大統領と信頼関係を作ることは日本の総理大臣としての責務だと私は思っていますそしてもちろん深い関係にあるからこそ何でも率直に言い合える仲なんです世界は トランプ大統領のツイッターに釘付けですこれまでの大統領のイメージと異なり型破りな方ですが実際大統領はどんな方なんでしょうかゲロ吐いたでしょどこがひもいのでしょう竹内義和さんとや旗愛さんの二人の解説を聞きましょうあのいいツイッター見つけましたよ、はい、山本太郎さんが

だからあれもっと広まればいいんですけどねこんなんなんやでっていうこれでいいのってコントみたいなあれ何なんですか自民党のなんかどっかの宝松候補がさ時たまんなことやりよるんだけど茶番みたいなさ「ね先生」みたいなね先生みたいなね安倍様は」みたいなさやられたことはこんな立派なことをやりになられてそれに引き換え野党は悪たはお前三原俊子どうしたんやと金八先生の時のほうが縁起うまかったで。 ど<え>どうしやうしてるねなな何かに何かにやられたんだねあの時は。ええ、でもなんかやっぱハート強いですよね三原純子って。なんかツイッターもそれはちょっと,ちょっとなんか可哀想かなと思ったんですけど、うん、ツイッター見てたらなんか。 あの忙しいけど犬を見かけた時は私は必ず立ち止まりますみたいなツイッターがあったんですよ。むちちゃゃく怖い顔また後で見てほしいんですけど犬がおびえるぐらいのなんかあのきつい般若みたいな顔しててでもハートマークとかつけて書いててそれはそれでいいじゃないですかそれは私の印象ですよなんか般若みたいな顔で見とうなんていうのは私の個人の印象なんだけどやっぱそれにぶら下がるコメントがひどくて一般の人もボロカス書いてあって。 何もなんでででもここまで言われたたらへこむやろっって私は思ったんですよ。<laughs> うん、けど多分何にも響かへんし、うん、まあなら見てもないしうん、うん、周りの反応なんて気にしないしうん、うん、私はもうただ犬かわいいなと思って好感度アップや思って写真撮って、うんはい、ポーンって、まあ、の秘書か何かに投稿させて、はい、それでお,おしまい、はい、じゃないと。うん なんか成り立たないんだろうなと思って、<ー>彼女のメンタルすごいなって。じゃないとあんな座れないですよ、うんうん、安倍さんと一緒に。そうですよね。うん,うん、僕ね、あのまあ、丸川さんもすごいなと思ってるんですよ。うんうん、やっぱり自民党で、あの頑張ってはる女性議員ってすごくすごいと思います。うん、何なんで案いなのかなんて、だいたいね、同じようになるんですよ。うん、あの僕ね、あれ、なんかね、権力病みたいなもんちゃうかなと思うんですよ。<ー>権力ウイルスに侵されてるんじゃないかっ,って、うん、なんか万能感があるんでしょうね、多分。 なんかもも…う私何でも OK よっていうこの…なるほどね。親分の彼女みたいな感じの勘違いの仕しね。ね。でなんかほら、僕の好きやったンマイあの人いるじゃんあの、大臣とかになってた女の人人。おとんも大臣っった。ええ、と、かドドリリルルい子。 チンマイでわかった私よ。いや、チンマクはないと思うんです。可愛らしい感じ。可愛らしい感じですね。顔ちっちゃくてね。うん、あの人もね、なんかまあ、知らないよ、権力外から、なんやら。あの野党が言うてきたらね、なんかまあ、証拠もないのにとか言うけど、君ドリルで穴開けとるから。証拠隠滅してるやんって言うのがあるやんか、そん、なんなないですか。はい、そうですね。なんか、すごくあるんですよ。なんかこう、だから、あの僕ね。 野党はね、与党を責めて僕は当然だと思うんですよ。うん、でも、与党は、野党を責めるのは僕は良くないと思うんです。うん、これは、なんか悲劇してるような感じは悪いけど。うん、なぜかと言えば、与党というのは権力者側だから、うん、野党にお前ら何してんねって言うても、うん、結局、自分らも野党の時やってるのと、同じことやってるだけの話なんですよ。うん、だから、自民党も野党の時は、審議拒否したり、プラカード出したりとかやって,、うん、やってるわけですよ。それを今、与党になったからつって、そ,ね、それをやって、それをさ、 あの聞いてるその自民党ひいきの人たちもさ野党はなってないあんなんて,って言うてそれ遡っていくと与党が全部やってて、うん、で今のこんな世の中6年あの民主党の3年間の悪夢って言うてるけどもその前の何十年間の悪夢は自民党が作ってたわけやです、ね、だから要するに3年間だけしかやらさずに悪夢って言うなって俺だよ、うん、で今のその安倍第二内閣は6年もやってるわけですよ6年やっててじゃあ何が動きましたっつったら貧乏にお困らせただけや、うん。 皆さん、やっぱり自民党って変ですよね。自民党は今年で終わりにしましょう。ね、ね、ね。